か。仕方ないね。上からの命令やったら行くしかないね。すまんな。いいか。これはやれる。いやー！ちーちゃん、何してるの？あんたの大事な人を奪おうと思っただけよ。そんな。あんたは忘れてしまってるかもしれないけど、私は昔国際線の CA の一枠、その一枠を得ようと思って必死に頑張ってた。審査に受かろうと思って必死に頑張ってたのよ。それをあんたが横から出てきてママと奪ってたじゃない。私はそんなこと知らなかった。ええ、そうでしょうね。私はそれは諦めがついた、私が未熟だったってこと。でも許せないのはその後。その後？ええ、あんたはね、その枠、国際線の枠をいとも簡単に結婚ということで放り投げてやめてしまったのよ。そんな。そしたらあなたは旦那の DV で苦しみ始めた。正直ざまあみろって思ったわ。そしたら今度は結城さんと知り合って幸せそうにまたやろうとしている。もうこれ以上私を振り回さないでよ。私はそんなこと全然知らなかった。ちーちゃんをそんなに苦しめてたなんて。そうだったんだ。でも今レイコはこの中から仲良く直にして、今までのようにレイコの相談相手になってやる。ああ、全部喋ったらすっきりしちゃったわ。もうどうでもよくなっちゃった。レイコ、ユキさんと知り合って今度こそ幸せになってね。結城さん、玲子をよろしくお願いします。千鶴さん、じゃあね、ちーちゃん。あの人も苦しいんだよね。あの人も今甘いんだよ。ありがとう。愛してる。どうしたの、ユウスケ？俺、やっちまった。え、やっちまったって、まさか。ああ、相手の親分を撃った。これから実習よ。ダメよ、実習なんて。そうだ、逃げましょう、二人で。どこまでだって逃げるのよ。ダメだよ、逃げないで実習しなきゃ。俺のやったことの意味がなくなる。実習
してこそ意味があるんだ。でも、もう一度ニカに会いたかったな。会って、きちんと話したかったよ。会いに行くってお願い。いつものとこに待ってるから。必ず来てね。ユウスケ？ユウスケ？私、どうすればいいのか。愛子ちゃん、もう一度やり直す気持ちはある？え？先生、私たちやり直せるんでしょうか？大丈夫。離婚はいつでもできるから。私が何とかしてあげるわ。何とかって？いいから、任しておいて。いいわね。やり直すのよ。はい、先生。今からですか？はい、大丈夫ですけど。ファイナルの7面前くらい。わかりました。それ行きます。はい。お待たせしました、カハさん。ごめんね。急に呼び出したりして。全然大丈夫なんですけど、どうしたんですか？実はあなたに聞いてほしいことがあるの。聞いてほしいこと？うん、そう。実はね。遅いな、あの子。何してるんだろう。きっと気を利かしてくれてるのさ、俺たちに。そっか、そうだよね、きっと。ママ、遅れてごめん。あ、でも、もうちょっと遅れた方が良かったかな。もう、ユミ。あ、こちらがユミです。こちらがユウキさん。はじめまして。ユミです。いつも母が。もう、どっちが親だか分かんないわね。ふつつかな母ですが、末永くよろしくお願いします。確かに、ゆみちゃんの方がしっかりしてそうだね。もう、達夫さんまで。何か食べに行こうか。うん。ゆみ、何が食べたい？もう、ママを見てるだけでお腹いっぱい。もう、こいつ。あとは、君の DV 旦那を何とかしなきゃな。うん、でも、どうしよう。何か考えよう。ありがとう。久々に公園で遊んだ。ママ、素敵な笑顔だね。ユミ、ありがとう。もうデートは終わりかな。これからショータイムの始まりだよ、ミカ。ショータイムって誰か。これから最高のディナー料理を作るのさ。ミカのスライス料理をね。おっと、逃げようなんて考えても無駄。逃がすわけないじゃん。お願い、コウジ、やめて。もうちょっと待ってて。もうすぐ完成するから。もうやめて、お願い、助けて。うるさいな。壊しちゃったじゃないか。お前がうるさいかな。
お仕置きの時間だね、そろそろ。池作りを作るにはまずどこから切ろうか。あいつは待ってても来ないぞ。今頃警察で自首してこってり取り調べ中さ。もうやめてお願い助けて。無駄だって言ってるだろ。待て。